でですね、これを貸してくれるそうです。何時間で1500円なんです。そうです。何さんがどうぞ。じゃあいやから行ってきますから。なかなか近所の人も笑ってました。まあそういうわけです。ちょっと今日はカメラがちょっとしょぼいんであんま撮れないですけど、でもなかなかね、大聖堂の前をこれで走るのはまた受けたね。そこ最後の大聖堂、あのベトナムでもね、これはなかなかね注目されてる。こんな露天堂でも露天堂来ちゃった。まあアンドンまでこんなもので来るっていうのもアンドンのウクラの中で笑えるんだけど、いや目立つね。今ビンタイの市場だけど、あれ運転手がね、みんな人気があるね、やっぱりさすがドジエス。話しかけてくる人がいい、見に来る人がいい。まあ、あんな感じ。